日本埼玉県川越市、茅沼茅沼は、埼玉県川越市東南部の大技。旧入間郡久下戸村の一部及び渋井村飛び地。郵便番号は350の0012。川越市の東南端に位置し、西部を区下戸、西北部を、古谷本郷、北部を区戸の飛び地、瓶、沼川越の東部を、埼玉市西区飯田神殿と接している。 水田の多い農業地域であり、地内を東西に走る市道中心に集落が存在する。江戸時代、渋井村は荒川沿いに枝里と呼ばれる飛び地を持っていた。枝里は茅の取れる沼を持ち、民家2軒があったという。この枝里が現在の茅沼にあたる。明治時代に入って1889年4月1日の町村政志向に伴い、 久九戸村及び渋井村は、牛古村、今泉村、南田島村、並木村、木の目村、古城村及びと合併し南古屋村の大技となった。1955年4月1日、南古屋村は川越市に編入された。1967年11月1日、大技久し湖東南部を大技、渋井の飛び地と合わせ、 大技かや沼が成立した。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内に鉄道は引かれていない。最寄り駅は JR 東日本川越え線、南古谷駅になる。以上の路線が県道56号線を通過しているが、地内にバス停はない。 利用する際は、埼玉市西区飯田神殿の治水橋堤防、停留所が使用される。かつて建設技術研究所川越試験場が存在した。ありがとうございます。